は二十歳の前の海岸です。その前に二十歳の神社があります。時司神社というものかな、これは。ああ、時司やな。ここにも楠の大木があります。楠の大木です。樹齢多分千年はあると思います。牧の木やね、牧の木と合体しています。熊野の海岸線にはこの石を使った石垣がよく見受けられます。玉のような丸い石です。この奥にも巨木があります。これ椎の木かな、これは。